竹取物語、竹取物語、竹取物語は、平安時代初期に成立した、日本の物語。成立年、作者共に未章。竹取の沖縄によって光り輝く竹の中から、見出され、王夫婦に育てられた少女かぐや姫をめぐる奇間。源氏物語に、物語の履歴始めの親なる竹取の沖縄と、あるように、日本最古の物語と言われる。 9世紀後半から10世紀前半頃に成立したとされ、かなによって書かれた最初期の物語の一つである。現代では、かぐや姫というタイトルで、絵本、アニメ、映画など様々な形において授業されている。竹取物語は通称であり、平安時代から室町時代には次のように呼ばれていた。古写本の下題では、竹取物語の他に、 竹取、旧ひがみ広本、ルフ本大一類、竹物語、高松宮本、同大三類、竹取、沖縄物語、小勝寺従業広本、同大三類などと呼ばれている。成立年は明らかになっていない。原本は現存せず、写本は、五光音天皇の筆とされる、室町時代初期、南北朝時代、十四世紀の古筆切れ数用が、最古と言われ、漢本では、 室町時代末期の元気元年の奥づけを有する、里村上波本、無奥楽器だが、永六天正頃とされる吉田本が発見されているものの、いずれも室町時代を遡るものではない。しかし、十世紀の山和物語、うつほ物語や十一世紀の映画物語、さごろも物語、また、源氏物語に、絵は、小瀬しょ手は、 きつらゆきかきけりと言及されていることから、遅くとも十世紀半ばまでに成立したと考えられている。またこの物語に関連があるものとしては、単語国風時、万葉集、今昔物語集などの文献、洋曲、羽衣、昔話、天神寮房、S 型寮房、畜鉢や鳥のみじいなどが挙げられる。当時の竹取説話群をもとに、 とある人物が創作したものと考えられる。作者についても不詳である。作者像として、当時の推定式自立から、庶民は考えづらく、上流階級に属しており、貴族の情報が入手できる平安系近隣に居住し、物語に反体制的要素が認められることから、当時権力を握っていた藤原氏の系累ではなく、官学、官語、官文訓読体の使用、 仏教、民間伝承に精通し、金文字を操ることができ、和歌の才能もあり、貴重であった紙の入信も可能な人物で、性別は男性だったのではないかと推定されている。また、和歌の技法、掛け言葉、言語の多様、人名の使用は六河川時代の傾向に近いことが指摘されている。以上を踏まえ、源の順、源通る、返上、きつらゆき、を、 菅原道真など数多くの説が提唱されている。竹取物語の本文系統が本格的に研究の対象となったのは昭和に入ってからである。昭和5年、初めて徳本正敏によって3系統に分類された。昭和14年に荒井信之によって古本系、ルフ本系の分類が示され、そして昭和40年に中田豪直が それまでの研究を受けた上で示した、ルフボンを三類七種とする分類が、現在最も一般的なものとなっている。古本系については、中田は二類二種、南波博氏は五項目インポ本を加えて三類四種に分類している。以下に、中田、南波による分類をもとにした主要伝本一覧を示す、括弧内の伝本は分類発表時に未発表だった。 通行本系とも呼ばれる。現在最も広くルフしている本文。現在最も一般的な竹取物語の本文は、第三類、第三種に属する古活寺従業広本を提本とするものである。上賀茂神社三手文庫に伝わる、今井時間が法永四年に競合、書き入れを行った、元禄五年間本における奥書きに、とあることから名付けられた。 ルフボン系と比較すると、数多くの異文を有しており、より個体を残すとされる。上記の他に、伝承筆者を、阿物にとする、古筆切れの存在が、藤井隆によって報告されている。なお、和歌の一部が、鎌倉時代の、街道記や、風洋和歌集、室町時代の、ゴミ継承に、公害としての本文が、室町時代の源氏物語の公害書である。 源氏物語帝王や注釈書である課長余剰に、に絵あわせ巻きについての記事にそれぞれ引用されている。古本系本文とルフ本、通行本系本文についてはナンバーヒロシは解答記に引用された和歌二種が一種が古本系からの引用であるのに対しもう一種がルフ本系と古本系を混用したものになっていることから 鎌倉時代中期頃にはすでに両系が並立していたとする。古本系本文に対しては、中世における改変本文の可能性が強い。片桐洋一、江戸時代の学者が竹取物語の不審部分を合理的に理解しようとして、テキストをいじくった者、ホタテ道久といった批判的な意見もあるが、中田豪直は、 課長四条の郊外本文は、荒い本に近い古本系の一本に禁じすること、古型を持つと指摘される、兄弟本や仮の文庫本などの、風王和歌集の竹取和歌古本系であることから、現存古本系統計の一本が、通行本系に先行せるものではないかとし、上原作和も、まさに、古本と称する価値の本文を有するものと述べるなど、肯定的な意見も、 あ、意見が分かれている。ここでは、現在一般的に知られている話を紹介する。今となっては、昔のことであるが、竹を取り様々な用途に使い暮らしていた沖縄と、その妻のオーナーがいた。沖縄の名は、猿木の作りといった。ある日、沖縄が、竹林に出かけると、光り輝く竹があった。不思議に思って近寄ってみると、中から三寸。 約9センチメートルほどの可愛らしい子とこの上ない女の子が出てきたので自分たちの子供として育てることにした。その後、竹の中に金を見つける日が続き沖縄の夫婦は豊かになっていった。王が見つけた子供はどんどん大きくなり3ヶ月ほどで妙齢の娘になったので髪をい上げる儀式を手配しもう着せた。 この世のものとは思えないほどの美しさで、家の中には暗い場がなく、光に満ちている。王は、心が悪く苦しい時も、この子を見れば消えた。この子は、とても大きくなったため、三ムロド、インベの秋田を呼んで名前を付けさせた。秋田は、名代タのかぐや姫と名付けた。この時人を集めて、鹿や舞などいろいろな遊びを催し、三日にわたり、 盛大な祝宴をした。世間の男は、その奇践を問わず皆どうにかしてかぐや姫と結婚したいと噂に聞いては恋したい思い悩んだ。その姿を覗き見ようと竹取の沖縄の家の周りを、うろつく光達跡後を絶たず、彼らは、沖縄の家の垣根にも門にも、家の中にいる人でさえかぐや姫を容易に見られないのに、誰も彼もが、夜も寝ず、暗夜に入れて、穴をえぐり、覗き込むほど、 夢中になっていた。そのような時から女に求婚することを呼ばひというようになった。そのうちに志のないものは来なくなっていった。最後に残ったのは色好みと言われる五人の金達で彼らは諦めず夜昼となく通ってきた。五人の金達は石作み子、車持ちみ右大臣、安倍みうし、大納言、大友美ゆき、中納言、石上丸といった。 これを見て、沖縄かぐや姫に、ふっつのように大切な我が子よ、変化のものとはいえ沖縄も70となり京都も明日とも、知れない。この世の男女は結婚するもので、あなたも結婚のないままいらっしゃるわけにはいかないというと、かぐや姫は、よくもない容姿で、相手の深い心も知らずに結婚して、浮気でもされたら、後悔するに違いないとし、世の恐れ多い方々であっても、 深い志を知らないままに結婚できません。ほんのちょっとしたことです。私の言うものを持ってくることができた人に、お使いいたしましょうと彼らに伝えてくさいと言った。夜になると、例の五人が集まって、ある者は笛を吹き、ある者は和歌を歌い、ある者は昇華し、ある者は口笛を吹き、扇を鳴らしたりしていた。王は光達を集めて、かぐや姫の意志を伝えた。その意志とは、 石作巫女には、二つのお石の鉢、車持巫女には、宝来の玉の枝、根が銀、茎が金、実が真珠の木の枝、右大臣、安倍明氏には、ひねずみの毛衣、も、皮衣、も、焼いても燃えない布、大納言、大友美幸には、竜の首の玉、中納言、石上丸には、縁の生んだ小安貝を持って着させるというものだった。どれも話にしか聞かない、珍しい宝ばかりで、 手に入れるのは困難だった。石作巫女は、山和国十四軍の山寺にあったただの鉢を持って行き、嘘がばれたが、鉢を捨てて、また言い寄ったことから、思い嘆くことを、鉢を捨てるというようになった。車持ち巫女は、玉の枝の偽物をわざわざ作ったがその報酬を、支払われていない職人たちがやってきて、偽物と、八角、長い年月姿が見えなかったことから、 たまさがなるというようになった。安倍は、当の商人から、ひねずみの革犬を購入した。この衣は、本来燃えぬはずであったが、姫が焼いてみると燃えたので贋作とわかり、安倍にちなんでやり遂げられないことを、あえ、なしというようになった。大友は、船で探索するが嵐に遭い、さらに重病秒にかかる両目は二つの利のようになり、世間の人々が、大友の大納言は、 竜の首の玉を取りなさったのか、いや、お目に二つ、リのような玉をつけていらっしゃる、ああ食べがたいと言ったことから、リに合わないことを、あなたへがあた、というようになった。石神は、大医療の大八州という名の王鎌が据えてある小屋の、屋根に登って小安がいらしきものを掴んだが転落して、腰を打ち、しかも掴んだのは、縁の古い糞でありかいはなかったことから、期待外れのことを、 火火なしというようになった。その後、中納言が気弱になり、病床にあることを聞いたかぐや姫が、待つかひもないと、見舞いの歌を送ると中納言は過労じて、火火はなく、ありけるものを、と変化を書き鍛えた。これを聞いてかぐや姫は、少し気の毒に思ったことから、少し嬉しいことを、火火あり、かいがあるというようになった。 結局、かぐや姫が出した難題をこなした者は誰一人としていなかった。そんな様子が帝にも伝わり、帝は姫に会いたがった。使いとして、ないし、中富のふさ子を派遣し、ふさ子はオーナーにかぐや姫と対面させるよう迫るが、再三の説得にもかかわらず、ことごとく拒絶される。このことを帝に伝えると、帝は一旦は思いとどまったものの、やはり会いたくなり、 沖縄を呼び出して、姫を差し出せば、カニをやると告げる。喜ぶ、沖縄の鳥なしにもかかわらず、かぐや姫は、帝が、お召しになっておっしゃられたとしても、恐れ多いとも思いませんと言い姿を見せようともしない。帝は、多くの人を殺してきた心であるよと言ったが、なおこの女の心づもりに負けてなるものかと諦めない。かぐや姫は、無理にお使いさせようとなさるならば消えうせてしまう。 つもりですを沖縄に行った。王がこのことを帝に伝えると、帝は狩りに行行するふりをして会うことを提案する。沖縄もそれに賛同した。帝が狩りに行くついでにふいをつき、かぐや姫の家に入ると、光に満ちて清らかに座っている人を見た。帝は初めて見たかぐや姫をたぐいなく美しく思い、みこを寄せて連れて行こうとしたが、姫は一瞬のうちに姿、実態を、影、 光と化した。本当に地上の人間ではないと、帝は思ったが、より一層素晴らしい女だと思う気持ちが抑えがたい。帝は魂をその場に留め置いている心地で、かぐや姫を残して帰った。日頃使えている女官たちを見ると、かぐや姫の近くに寄っていられる人さえない。他の人より清く、美しいと思っていた人は、あのかぐや姫に比べると人並みでもない。 かぐや姫ばかりが心にかかって、ただ一人で過ごしている。かぐや姫のもとにだけ、手紙を書いて文通している。帝と和歌をやりとりするようになって三年の月日が経った頃、かぐや姫は月を見て、物思いにふけるようになった。八月の満月が近づくにつれ、かぐや姫は激しく泣くようになり、沖縄とうと、自分はこの国の人ではなく月の都の人であって、十五日に帰らねばならない。 ほんの少しの間ということであの国からやってきたが、このようにこの国で長い年月を経てしまった。それでも、自分の心のままにならず、お暇申し上げるという。それを、帝が知り、沖縄の意を受けて、勇ましい軍勢を送ることとなった。その十五日には、各役所に明治直視として、中朝高野大国を指名し、六 f を合わせて二千人を、竹取の家に派遣する。 家に行って、築地の上に千人、建物の上に千人、家の使用人がとても多かったのと合わせて、空いている隙もなく、守らせた。オーナーは塗り米のうちで、かぐや姫を抱きかかえている。沖縄も塗り米の戸に城を下ろして、戸口にいる。かぐや姫は、私を閉じ込めて、守り戦う準備をしていても、あの国の人に対して戦うことはできないのです。 弓矢でいることもできないでしょう。このように閉じ込めていても、あの国の人が来たら、皆開いてしまうでしょう。戦い合おうとしても、あの国の人が来たら、勇猛な心を振るう人も、まさかいないでしょうという。王は迎えを、長い爪で目をつかみつぶそう。髪の毛を取って引き落とし、尻を引き出して、役人たちに見せて、恥をかかせてやろうと腹を立てている。かぐや姫は、 大声でおっしゃいますな。屋根の上にいる、者どもが聞くと、大層よろしくない。おじいさま、おばあさまのこれまでのご愛情をわきまえもしないで、お別れしようとすることが、残念でございます。両親に対する、お世話を、わずかもいたさずに、帰っていく道中も、安らかにはなりますまい。あのとの人は、とても清らかで美しく、老いることもないのです。物思いもありません。 そのようなところへ行くことも嬉しいとも存じませんと言った。そしてこの時、深夜中頃、家の周りが昼の明るさよりも光った。大空から人が雲に乗って降りてきて、地面から五尺、約1.5メートルくらい登ったところに立ち並んでいる。内外の人々の心は、得体が知れない存在に襲われるようで、戦い合おうという気もなかった。 なんとか心を振るって、弓矢を構えようとしても、手に力もなくなって泣いてしまった。気丈なものがこらえて、いようとしたが、矢は荒ぬ方へ飛んでいき、ただ呆然と、お互い見つめ合っている。王と思われる人が、作りまろ、出てまいれというと、竹だけしかった作りまろも、何か酔ったような心地になって、うつ伏せにひれ伏している。王は、お前、幼き者よ。 少しばかり沖縄が善行を作ったから助けにと、わずかばかりの間ということで姫を下したところ、長い年月の間に多くの黄金を賜って、お前は生まれ変わったように金持ちになったのだ。かぐや姫は罪をお作りになったので、このように癒しいお前のもとにしばらくいらっしゃったのだ。罪の期限は過ぎた。早くお出し申し上げよと沖縄に言うが、王は従わない。 屋根の上に飛ぶ車を近づけて、さあ、かぐや姫。汚れたところ、地上を二うして長くいられるのでしょうかというと、締め切っていた戸や格子が即座に開いていく。オーナーが抱きかかえて座っていたかぐや姫は、外に出てしまう。かぐや姫は、せめて天に登っていくのだけでもお見送りくださいというが、沖縄泣き伏してしまう。お心が乱れてしまっていると見かねたかぐや姫は、 この先、恋しい折りおりに、取り出してご覧くださいと手紙を書き置いた。天神の中のものに持たせた箱があり、それには、天の羽衣が、また別の箱には、不死の薬が入っている。数との天神が姫に、汚いところのものを召し上がっていたので、ご気分が悪いことでしょう、と言い薬を持って寄ったので、かぐや姫はわずかに舐め、天の羽衣を着せようとしていた天神を制止。 帝への手紙と歌を書いた。その歌には、今はとて、天の羽衣を着るときぞ君を哀れと思い入れる、と読んだ。その手紙に、薬を添えて頭中将へ渡させた。中将が受け取ると天人が、さっと天の羽衣を着せたので、かぐや姫のこれまで沖縄を痛ましい、愛しいと思っていたことも消えてしまった。この羽衣を着た人は、物思いがなくなってしまうのだったから。 かぐや姫は車に乗って登ってしまった。帝は手紙を読みひどく深く悲しみ、何も食べず、歯科還元もしなかった。大臣や神奈地名を呼び、どの山が天に近いかと尋ねると、ある人が、駿河の国にあるという山だというのを聞き、会うことも、無ので、こぼれ落ちる涙に浮かんでいるような我が身にとって、不死の薬が何になろうと読み、 かぐや姫からの不死の薬と手紙を、つぼも添えて死者に渡し、月の岩笠という人を召して、それらを、駿河国にある日本で一番高い山で焼くように、命じた。その由緒を慎んで受け、し、つわものらを大勢連れて、不死薬を焼きに、山へ登ったことから、その山を、不死の山と名付けた。その煙は、今も雲の中に立ち上っていると言い伝えられている。 この作品には、かぐや姫が竹の中から生まれたという、竹中生誕説は、異常出生説は、かぐやが3ヶ月で大きくなったという急成長説は、かぐや姫の真意によって、竹取の沖永富栄えたという松室腐社説は、複数の求婚者へ難題を課していずれも失敗する、求婚難題説は、三の求婚を拒否する三求婚説は、かぐや姫が月へ戻るという昇天説は、 羽ごろも説は、最後に、富士山の地名由来を解き明かす、地名起源説話など、非常に多様な要素が含まれているにもかかわらず、高い完成度を有していることから物語、または、古代小説の最初期作品として評価されいる。大きく捉えれば、天人寮棒型説話が、難題級根胆を挟んだ形になっているが、これは単なる伝承の継ぎはぎではない。それら伝承を利用しつつ、 人間の姿そのものという新たな世界を作り出そうしたところに物語文学の誕生があるからである。竹中生誕説話において竹は茎が空洞であることや成長の急激さにより新生死され、説話の重要な構成要素の一つになっている。その特徴を顕著に示す話の一つが竹鳥物語であり同系列の昔に竹姫、竹の子童子がある。 竹中誕生誕は他の異常誕生誕に比べると事例が稀で日本国内よりはむしろ中国や東南アジアに多い。圭子と笛も圭子の霊が竹になりそれで作った笛を父親が吹くと霊が自分の消息を伝える。日本の昔話では竹中の精霊は人間界に止まれないものが多い。竹は神のより白であると同時に呪力を持つと考えられていた。 七夕の竹を畑に立てての虫を受け、耳病に皮吹きがけを当てる等の風習が地方にはあり、また、成人の杖が根づいたり、ことほぎと共に逆さにした竹が成長したという、神聖死する神意の伝説も多い。竹は普段の生活に密着しており、その点でも、説話の生成伝播を促した。多くの要素を含んでいるため、他作品との類似性ないした作品からの影響が、 指摘されている。竹取物語は、異界から来た主人公が貧しい人を飛ませた後に、再び異界へ去っていくという構造が成り立っており、構造的には、羽衣で演説と同一である。ナンバーは、この物語の成立系統を次のように推定している。平安時代後期の根尺物語集にも竹取物語と同様の説は、巻31第33。 竹取沖縄、見つけし女の子を養える語が採集されているが、旧婚者への難題は、空になる雷、うどんか、歌ぬになるの三代のみで、個人物ではなく、月へ帰る夜も十五夜でなく、富士山の地名由来譚も登場しないといった、竹取物語より、簡略化された内容である。婚弱初集の竹取説話は、すでに成立していた。 竹取物語を参照していた可能性はあるものの、口頭伝承されてきた伝承竹取説話の答えを伝えているのではないかと、している。なお、後年の作家によって、本作は、世界最初の SF 小説と言及されることがある、藤川警戒著の宇宙王子の後書きなど。しかしながら、実際には、古代ギリシアの作家、ルキアノスの書いた、 本当の話と、イカロメニッパスの方が古い。竹取物語のかぐや姫のモデルとして、古事記に、水人天皇の日として記載される、大筒木水根王、王筒たりねの巫女の娘、かぐよる姫命、かぐや姫の巫女とを挙げる説がある。この大筒木水根王の弟に、さぬき水根王、さぬきりねの巫女がいる。古事記によるとこの兄弟は、開花天皇が、 丹波の大あがた主、ゆごりの娘、竹のノめ、鷹の姫を召して生まれた、彦コ娘王、彦コ娘の巫女を父としており、竹との関連が深い。日本書期には、開花天皇妃の丹波鷹の姫のほか、水人天皇の皇宮に入るべく、丹波から召し出された五人ビメのうち、鷹の姫だけが国に返されたという記述がある。他に、モデルとして、 カモノタケツヌミの命の子孫で、バキミミの命、または、イシマ命の娘である、ガグヨルヒメ命などを挙げる説がある。また、イラン主研究者の孫、サキノリコは、クダラの前皇王や、六百七十五年正月に、天武天皇に拝越した、トカラ国人、サーサーアンアサ、ペルシア人ロシア英女とダラ女とする説を出している。江戸時代の国文学者、モロヒラは、 竹取物語中のかぐや姫に言いよる五人の貴公詩が苦行部人の文武天皇五年七百一年に記されている苦行にそっくりだと指摘した。諸平は、安倍三浦、大友美幸、石上丸は実在の人物であり、車持ち美子のモデルは、天智天皇の楽院との説があり、母の姓が倉持である藤原夫婦と石作美子のモデルは、天家天皇の四世孫で、 一作詩と同族だった田治比島、田治比新人島だと述べている。しかし、物語中の四人の気候島では、その実在の苦行四人が連想されるものの、五人のうち、最も卑劣な人物として描かれる、車持ちみこと、最後の一人藤原不人がまるで似ていないことにも、触れている。だが、これは反対であるがゆえに、比人本人ではないかと推測する見方もき、 表向きには言えないがゆえに、車持ちみこを、卑怯であると書くことによって、影に、藤原氏への悪口を含ませ、藤原氏を批判しようとする作者の意図がその文章の背後に見えるとする意見もあ、この五人はいずれも、人心の乱の行進で、天武天皇、児藤天皇に仕えた人物であることから、奈良時代初期が物語の舞台だったと考えられている。また、この時期に、 富士山が噴気活動中の火山として描かれていることから、科学論文に成立などが引用されることがある古典の一つである。日本各地に竹取物語ゆえの地と名乗る地域があり、竹取物語、かぐや姫をテーマにした街づくりを行っている。また、以下の七市町市町村ード順では、かぐや姫サミットという地域観光が定期的に開催されているが、 行政官でのつながりの交流であり、直接、竹取物語の舞台だということにこだわった、サミットを行っているのではない。これら地域は、上記に記されたような地名起源説などなく竹林の、関係や天女伝説地、それに地名に、竹原とある等の関係からで、物語発祥にこだわった団体ではない。かぐや姫サミット以外の市町村、イタリア語、ドイツ語、英語、ヒンディー語、 ロシア語、ルーマニア語、スペイン語、フランス語などに訳されている。最初期のものにイタリア語訳、1880年、ドイツ語訳、ドイツ語訳からの英語訳がある。日本語原文からの最初の英訳が、フレデリック・ビクター・ディキンズによるわけザ・オールド・バンボー、ヒュア・エス・ストーリー、1888年であり、ついで宣教師、エドワード・ローゼ・ミラーによるわけプリンセス・スプレンダー、 ザウッドカッター、エスドーター、1895年、ウィリアム・ジョージア・アストンによる、小役、1899年がある。ディキンズは、方クマグスから、前分けを批判され、一時は、大喧嘩になったものの、クマグスの協力のもと、1906年にザ、ストーリー・オブ・ザ・オールド・バンボー・ウィッカー・ワーカーと大を、改め、訂正を入れた新役を発表した。 この論争を通じてディキンズ・とクマグスは、無ニの親友になった。竹取物語に似た日本国外の民間伝承としては、例えば、中華人民共和国四川省のアバチベット族に伝わる、半畜空にゃん、半畜古将という物語がある。内容は、竹の中から生まれた少女が、両種の息子たちから求婚を受けたが難題をつけて、退け、かねて、 より思いを寄せていた男性と結ばれるという話だが、中でも、求婚の部分は、項物の数、内容、男性側のやり取りや結末などが非常に酷似している。伊藤誠司は、言説話が日本と、アバチベット族に別個に電波本案され、竹取物語と、半畜空にゃんになったとした。これに対し、増田勝カは、金玉法を秀才の、 半ク,クーニャンの改定過程への疑問と本案説に賛成しないとした。近年の研究では、奥津春夫はむしろ、半ク,クーニャンの方が、竹取物語の本案であるとしている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。